押川は、埼玉県北部を流れる、利根川水系中川支流である、元荒川の支流にあたる一級河川である。源流にあたる熊谷市中心市街地の区間では、星川と呼ばれるが、同市市街地北部を流れる星川とは別の川である。本項目では、熊谷市中心市街地の区間を含めて記述する。星川通りを流れる星川。 荒川砂岩幹線用水路とも故障され、大里用水の一部をなす。同市鎌倉町の聖経園前で地上に現れた地点から星川と呼ばれる。元来は1623年に荒川が氾濫した際に現在の聖形園となる玉の池ができ、そこから流れる清流が星川の元となった。現在は熊谷市市街地北西部の北大通り中央を 流れる大里用水から分流し、暗渠を経て、西京園前で星川として姿を表す形となり、そのまま市街地を東南東へ一直線に横切る人工水路となっており、両岸は星川通りとして整備されている。富士遺跡など農業用水の取水施設もある。熊谷市銀座で再び200メートルほどの暗挙区間となる。この飲み口までが、 一般に星川と呼ばれる。再び地上に現れるとそこまでコンクリートを打った農業用水路の姿となって東北東に展示、国道17号を潜る。行田市内国道17号の手前の平戸橋からが、熊谷市といでの不動堂関で荒川左岸幹線道水路が、右岸に分かれ押し川単独区間になると自然河川の雰囲気となる。行田市市街地の西までほぼ真東に流れる。 この間平戸用水、木ノ川用水等の流末を左岸に合わせ、右岸からソマドの用水等が分かれる。行田市市街地を巻くように大きくカーブし、行田市駅、東行田駅間の中間地点で、坂巻道水路と合流して、秩父鉄道、埼玉県道128号を潜って東南へ、転じる。行田市市街地を抜けるとほぼ真南へ流れ、すぐ東側を、武蔵水路が並行する。 武蔵水路と最も近接する野豪京下流砂岩に様水門があり、増水時には大川の一部が武蔵水路に放流される。河野寿市に入り、武蔵水路が元荒川を伏せ越す地点のすぐ上流で元荒川砂岩に合流する。旧大川、編集旧大川昭和初期までは様水門上流約500メートルの地点からさらに投流し、埼玉古墳群の北側、 古代蓮の里の南側を流れ、宿織川を駆けといで交差し、河野寿司との境で、見沼大用水岩に合流していた。この旧流路は、旧押川と呼ばれ、京方年間に改作された人工流路である。水源がないため、普段は、水は流れていない。また、埼玉県の水辺再生百プラン事業のもと、埼玉古墳群から古代蓮の里にかけての旧、押川沿いに、 先玉調節地が設けられ、遊歩道や展望デッキ、ポケットパークが整備された。押し川、新押し川上流から押し川と、元荒川の合流天宮押し川押し川の晴天目標付近より分岐し、旭日橋の下流で星川と合流する。ありがとうございます。